ジャパニビスタをご覧の皆さん、こんにちは。この動画は自称読書家の私神保陽平が、おすすめの本をどんどん紹介していく、その名もとどめの一冊ということで、早速今日紹介していくのがこちらです。さくらももこさんの一人相撲。多分さくらももこさんっていうのは皆さんご存知の通り、ちびまる子ちゃんの、ね、作者の漫画家ですね。で彼女の、中学時代から、デビューまでを描いたエッセイ本みたいな感じになります。でまあちょっとエッセイ本って聞く と、普通はちょっと有名な人とかのエッセイ本を、そのファンがこう買ったりとかで面白がって読むと思うんですけども、この人のエッセイ本はですね、あんまりこのさくらももこさんを知らなくてもすごく楽しめるんじゃないかなという内容になってます。でどういうところが面白いかというとですね、中学から、デビューぐらいまでを、ね、青春時代を、描いた話になるんですけども、青春時代って聞くとドラマとかで描かれてるこう甘酸っぱい恋とか愛とかそういうのをイメージすると思うんですけども、この人の青春時代はすごくこうなんていうんですかね、闇の部分というか、あんまり楽しくなかった青春時代をこう赤裸々に描いているというところがすごく面白いんですね。なんていうんですか、今で言うと非リア充みたいな、青春時代を送っていたんですが、それをすごく痛快に描いていくという、作品ですね。で結構そのなんていうんですかね、人にあんまり話したくないエピソードとかってあると思うんですよ。青春時代の話で結構黒歴史とか言われてますけど、もう墓場まで持ってきたいみたいなエピソードが、誰にもあると思うんですけど、そういったところをですね、もう本当に赤裸々に綴ってってくれるんで、今まで話したことないエピソードをこのさくらももこさんと共有しているような、こうさらけ出しているような気持ちに僕は読んでてなりましたね。すごくそういった意味でも面白いエッセイ本になってます。本日紹介したさくらももこさんの一人相撲ね、なんか他にも何冊かエッセイ本をね、この人は書いてるみたいなんで、他の作品もすごくおすすめです。こちらもおすすめです。ぜひ読んでみてください。それではとどめの一冊でした。またね。なぜ自分の黒歴史言わなかった？そう、いや、そういうところあるよねっていう、いや言えないでしょ言えない話言えない話あるでしょ言えない話あるでしょ誰しもお前生きてくんだぞ。お前一体だって録画中だもんこれ言えないよ言えないよ。まあね、そういったところはね、ぜひ彼女と共有してください。